神戸貨物ターミナル駅は、兵庫県神戸市須磨区大池町五丁目にある、日本貨物鉄道山陽本線の貨物駅である。営業キロ上では、西日本旅客鉄道の高取駅と同一地点にあり、場内、出発信号機も共用している。神戸市において、阪神、淡路大震災による復興事業として行われている再開発事業に、 伴い2003年12月1日に廃止された神戸港駅の代替駅である。神戸港駅は前身の野浜駅から通算すると96年間の歴史を刻んできたが、東海道本線の灘駅東方の東灘、信号上で本線から分岐した貨物線で結ばれていた。貨物線の一部は現在も残っていて歩道になっている。これに対して、当駅は、 二役ホームが本線に並行して設けられ、到着ホームでコンテナの積み下ろしを済ませてそのまま出発が可能な着発線二役方式を採用、コンテナ輸送に要するリードタイムを短縮して締め切り、引き渡し時刻を大幅に改善するなど、速達性、利便性を飛躍的に向上させた。当駅が設けられた区域は昭和初期に、 貨物操車場として整備された一帯で、神戸市街線の高架化に際して、兵庫駅の貨物の小切り出来設備は地上に残したため、兵庫駅高取駅間を将軍転線で連絡して、兵庫駅、新川駅、和田三崎駅等の扱い貨物を高取駅構内の操車場まで運び、ここで入れ替え作業を済ませて本線に送り出していた。貨物の取り扱いを廃止して、以降は、 もっぱら留置線として利用されていた。また、2000年3月までは隣接して、西日本旅客鉄道高取工場も置かれており、車両の製造、検査などが行われていた。高取駅と、場内、出発信号機を共用しているため、運転士が持参する時刻表では、高取、神田という形で、高取駅を同一駅として扱っている。 線路に挟まれた島式コンテナホームと荷物仕分け施設。神戸貨物ターミナル駅周辺の鉄道配線略図を表示するには、右の表示をクリックしてください。ありがとうございます。